マジかよ。もうあいつら無視してもこっち突っ入ろっか。うわー、王が多いな。多すぎじゃね、さすがに。あ、やばい。うわ。マークスマン。こちら行こう。コントロールターミナルに着いた。すぐに起動室までご案内するぜ。ドアが開いた。これでリアクターをまっすぐ狙える。ダメだ、全く動かない。俺、結構してるな。信用されてねえのか。エコ、上のデッキにある電線管のハブにオーバーライド用の装置があるはずだ。今すぐ向かえ。俺が行く。ハブまで俺を誘導できるか。安心。あった、こっちか。これか。よし、おそらくクリアだ。すごいな、ここ。部屋の一番隅のキャットウォークを行け。それが最短距離のなんだ。あと武器が。ボーアイ、あ、じゃあブルザイか。これかな。
早く開けろ。何これやばくない？わかるけどね、やばいってのが見た目で。おい、またお前か。あとなんで見えてんの？相変わらず見えないな、こいつら。何機出てくんの一体。降りんのか。頑張れ、もう少しだ。リアクター制御幅はすぐ目の前のはずだ。ブラストドアのオーバーライド装置がある。よし、制御幅に入ったようだな。ブラストドアのオーバーライド装置には頭上のキャットホークから行け。見えるか？キャットホーク。あ、降りちゃった。登ったらそのまま左やな。ぐるって回るんやな。あったあった。手動オーバーライドが起動した。了解だ、エコ。こっちでも見える。開き始めた。助かったぞ。敵が多数と近くなってる。なんだ。残念だが、キメラが爆弾を掌握したようだ。マジか。ブレイクが爆弾を起動させたとしても、キメラはすぐに戦艦から爆弾を下ろしまうだろう。俺を案内できるか。イエスさん、エレベーターで外側のデッキに出てくれ。そこから誘導する。予想以上に長い長くなってる。上か、これのマークスマン。あーでもなー、こっちやな。オーガーはシールド持ってるから。オーガーのシールドは最強だからな。
嘘。もう何なんなん。いやーやばいね、相変わらず。いやー何こいつマジでなんやねん、もうやべえ。今こっちから見たら録画時間もう1時間20分いきますね。暴れって頼むから。オッケー。わあ、全員倒した。なんかやべえやついるぞ。いやー やばいわ。いやーしんどいわ。うん。だってもう一体出てきたし、ほら。いやマジかよ。まず1体マジ鬼畜だわ。いやー本当に、いやーやばいわ本当に。うん、いやね、もうやばいわもうねー、もうどうしたらいいの、教えてほしいよね。もう突っ込んでいいのこれ。そのまま突っ込むわ。もうやけくそやわ。あのやつらかまってられっか。勝ち目ねえ。あ開かないか。
あともうちょっと。だけど死にそう。ちょっと弾がないから登れないし。逃げろ逃げろ。あ、ちょ、どこ行ったと思った。うわ、どうしよう、やべ、走れ、逃げろ逃げろ逃げろ。あいつありかよ、本当に。どんな鬼畜 FPS ゲーだよこのゲームは。本当に鬼畜だな。いやー倒したわ。あー、やっぱ倒さないと開かないパターンのやつか。オーガーか。分かってるよ。封鎖されてる。これ以上奴らを追うのは不可能だ。何してるフェール、道を探せ。爆弾はもうすぐシュートに着く。お前が今追いつかなきゃ人類全体が絶滅しまうんだぞ。早く道を探せ。なんなん、いやこんなところ飛んだ、怖いじゃん。こんなところ死んでたまるか。もうちょいなんだ。なんだあれ、うわっ、ああこいつか。撃っていいの？ねえ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 や。開けてくれたん？あ、違うか。聞いてないよね。
それ何の意味があるの。貴様らは皆土へと帰るのだ。あ、開けてくれた。なんだこれ。おい、なんだよ。奴らにこの世界は渡せない。これ撃っても意味ないね、この感じだと。このシーン意味がないような気がしてくる。で、なんもないもん。意味ないよね、このシーン。何のために作ったんだろう。疑問に思ってくる。無駄な時間だよね。敵がずっと喋り続けて攻撃してくるんだったら、その無駄じゃないけど話を聞く分で、何もしてないこの敵がね、何も喋らないでこうやってね、作業ゲームみたいな感じになってるけど、それは意味がない。このシーンが、この何かをしてくるときに何か攻撃、あ、落ちた。なんか後ろ下がってたね、変なの食らって。こっからかよ。裏切り者、奴らのために戦っても決して報われないぞ。もういいよ。うわー、もう。はーい、ということでね、ここまでカットしました。ね、2個目のところ、ここまで来るのにテイクなんぼだろう、8、9、10以上、13以上か、13以上やり直しましたよ、ここ何度も。もうね、なんて言うんだろう、もうやばいとしか言えない。
結論普通にこいつ撃っても意味がないっていうね。うん、まあ本当にこれ待ってるだけ。たまにね、こいつらがこいつが投げてこの部品をああいうなんか空中で浮かしてるんだよね。で、あれをね撃ってくるっていうかね、投げてくるっていうかね、たまに。何しようとしてる。あ、もう行っていいの。なんだ。おい、あ、ちょっと待って、ちょ、マジかよ。行って、なんやねん、もう。やつらは我々を待っていた。我々が交差するとき、もう人間もキメラもいない。純粋な我々一族がいるだけだ。なんだ。カフェリー、レイダラスを倒したぞ。爆弾も無事だ。なんや。なんか特殊能力者みたいになってるで。落ちた時に分かったわ。目標地点がその左側に行ったのが。こっからかい。レイダラスを倒したぞ。爆弾も無事だ。了解。シェーム、残り時間はどれくらいだ。あ、4分です。了解。ヘル、格納庫行け。俺はシャトルで脱出の用意をする。こいつは時間との戦いだ。どうしちゃったんだろうね、ヘイル。
どうすんの、どうすんの。開いてないんだよ。あ、そっちね。どうやっていくの？待って待って待って、行き方が分かんない。あ、はいはい。あ、ここ行くのね。ヘイルの家に気づかないのかな。半径5キロだもんな。化け物だろ。着陸させる努力をしろよ。ヘール、何が起きてる？あれは一体何だ？聞こえるか？やっと終わった。お疲れ様でした。いやー、いやー、しんどかった。いやー、しんどかったね。こんなにしんどいゲームは初めてだわし、あの FPS やって初だわ。ここまでしんどいのは。いやー、お疲れ様でした。いやー、見てくれたのもね、その
視聴者もね、いや見てくれてる方もお疲れ様でした。本当に、いや本当にね本当に疲れた、本当に疲れたよいや本当にね、もう本当に言い過ぎだわ。いやーもうそうだね、このゲームの評価星5個あったら、星5個中だったらもうね 1.5 くらいしかあげれないわ1か 1.5 どっちかかな。その1か 1.5 はね、ストーリーだけをガン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 進めるっていうか、そのストーリーの話だけを、あの戦闘とかしないで、そのままストーリーの話だけを聞いて結構スラスラ動けるんだったら、ストーリーの話自体は面白かったから、それだけかな。それとグラフィックぐらい、ムービー入った時のグラフィックぐらいと、最後の終わり方っていうか、ああいうので 0.5 くらい欲しいかな。もうね、多分もう二度とやんないと思う。もう多分二度とやんないと思う、このゲームは。多分ってか、多分どころじゃないと思うわ。うん、二度とやんないわ。これね、レジスタンス3あるんですけど、買わないかな。やっぱ、買わないときますわ。買わないときは、3は。ということでね、今回ちょっと長くなったんですけど、ちょっとてか長くなったんだけど、俺の今、撮ってる、多分ね、何個かカットすると思うんだよね。何度も死んでるところがあってから。1時間ちょいぐらいか。1時間20分ぐらいになるのかな、多分。わかんないけど。まあ、普通に今、録画時間、1時間55分くらい、30秒くらいだね。1時間56分くらいだね。いやーしんどいね。しんどかったっす。で、これ多分ね、レジスタンス終わったら、レジスタンス3のやつ多分ね、購入のところ多分消しといて、購入予定のゲームのところ。まあじゃあな。まだ白騎士物語。白騎士物語と、これ終わったら、白騎士とモダン3ぐらいか。あとはデッドスペース2やらないといけないんで。まあ、そうだね。この動画がアップされる、次の日ぐらい。いや。この動画がアップされて、次の次ぐらいか。アップされ、この動画がアップされて2日後くらいにデッドスペース2かなって感じですね。うん。いやーしんどかった。いやしんどかったわ。ではね、ご視聴ありがとうございました。いやーしんどいよ本当に。もう多分二度とやんないです。あとね、おすすめはしないですね、このゲーム。まあ、鬼畜ゲーやりたいって人は、やってみてはいかがでしょう。鬼畜ゲーをやりたい方はね。ではね、ご視聴ありがとうございました。次回もね、次回はないや。お疲れ様でした。長くやったね。